じゃあ、 ガードからのベーシックスイープ、こっちに投げます。で、その時にはこっちの手首を使うんで、まず相手の突っかえ棒がなくなるようにこっちも引っ張ります。で、ガード外してこの足を軸にしながらこっちで引っ張ります。で、こっちの手で相手の下の足をすくって持ち上げてスイープ。で、自分がしっかり乗るまでこの足を外さない。